正面にね、羊蹄山が見えてきました。あのね、でっかいのが羊蹄山です。皆さん、こんにちは、小助です。今回は前回の続き、レボーブ STI で赤井川村からルスツ、洞爺湖方面に向かっております。レボーグ STI の乗り心地とかロングドライブでの燃費をチェックしながら道の駅で美味しいカツサンドを食べたり洞爺湖を見たりしたいと思います。またね、山の中走っているわけですが、今ね、上り坂なんですけど、ちょっとね、このスポーツモードみたいなのも試してみたんですよ、さっき。で、今2000回転で走ってるんですけど、このスポーツモードのボタンを押すと、やっぱちょっとね、エンジン回転数が上がって、かなりね、こうアクセル踏んだ時の反応が良くなりますね。より加速が鋭くなると、まあ、このハンドルの部分に切り替えボタンがあって、 S の方を押すとエンジンの回転数が高くなって、アクセルを踏んだ時のね、車の反応がすごい良くなります。で、 I の方で走るとちょっとやっぱ鈍くなるので、より踏み込みが必要になるのと、まあ、その分ちょっと燃費も良くなるんで、どうなんですかね。僕は I のね、燃費のいいモードにしといて、で、あとはパドルシフトでね、ギア下げて、走るのが楽しいかなという感じがします。で、ちょっとね、今スポーツモードみたいのにしてるんですけど、踏むとね3000回転ぐらいまで上がって加速していきますね。早いね。かなりね、 S モードにすると気持ちよく走ることができると思います。燃費はちょっと心配ですね。ここ結構デコボコして路面悪いんですけど、こういうデコボコならね、そんなに気にならないですね。で、僕足硬いと言っても一応ね、こう角は丸めてくれるようなしなやかな足でもあるので、こういうデコボコぐらいであればすごく気持ちよく走ることができます。マンホールとかね、高速道路での継ぎ目とか、まあ、そういう大きめのショックだけちょっと、突き上げを感じるかなという感じで、それ以外は片足なのにすごく乗り心地も悪くないという感じですよね。今ね、ルスツの道の駅に向かっているんですが、山の中を通っております。細めの道で、しかもコーナーが連続してあるということで、まあ、典型的なね、北海道の山道ですよね。基本こういうところはね、やっぱり冷房具すごく気持ちがいいです。結構きつめのカーブをね、そこそこのスピードで曲がってっても、いやー、軽快ですね。軽快に曲がりますね。ルスツの道の駅に到着しました。よいしょ、すごい混んでるね。大人気。贅沢ヒレカツサンド一つください。いやー、美味しそう。じゃあ真ん中からね。暑い。
再び山の中を移動して洞爺湖方面にね向かって走っております。わあ、洞爺湖見えるね今のところから。洞爺湖のねキャンプ場ですね。洞爺湖のキャンプ場に到着しました。みんなねキャンプしてます。ここね浮見堂駐車場というところですね。浮見堂駐車場、ドローンは禁止です。すごいね、洞爺湖畔で、洞爺湖畔にあるキャンプ場なんですね。みんなここでキャンプしてます。波の音がね聞こえて気持ちいいですね。これ洞爺湖です。海じゃないですよ、洞爺湖です。天気がいいということもあってすごく気持ちがいいですし、水もねかなり澄んでますね。波みたい。いや、浮見堂ちょっと不思議なとこでしたね。せっかく洞爺湖まで来たんで、サイロ展望台でも行って帰りましょうか。洞爺湖のねサイロ展望台に来ました。やっぱり洞爺湖といえばねここですよね。写真とかでもよく見るサイロ展望台です。というわけでね、この XV 1日たっぷり乗ってきました。すごくねいい車ですよね。まず何がいいかっていうと走りがいい。本当に走りがいいです。オンロードの峠とかねそういうところではパワーもあるから上り坂もすんなり走れますし、エンジンブレーキもしっかり効いて下り坂での速度コントロールもしやすいです。で当然足回りもしっかりしているので、コーナー回った時もね道路にねピタッと張り付いているような感覚もありますから、走っていて気持ちいいなと思います。静粛性に関しては、まあ、ロードノイズがちょっとね入ってくるもののうるさいというほどではないので、まあ、それなりに快適かなという気がします。正直ねそんなにこうデメリットというかね気になるところのない車だなと、まあ、ちょっと足は硬いので乗り心地は硬めなんですけど、そんなに不快っていうほどでもないんですよね。で、マンホールとかちょっと大きめの道路の継ぎ目とかガツンってくる場所ではちょっとやっぱり突き上げ感じます。ただポコポコしたようなちょっとした段差だとすごく気持ちよく乗り越えてくれますね。ここ今ね外見ての通り砂利道なんですけど、こういう砂利道だと結構気持ちよく乗れます。ポコ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 っていうようなガタガタガタっていう振動はしっかり吸収して滑らかにフラットにしてくれるのですごく快適ですね。ガツンっていう大きめだけちょっと突き上げが来るかなという感じがします。ただその分コーナーでのこうぴったり感がすごくあるのでロールも抑えられてますし乗りやすいなと。ボディサイズの割に大きい印象も受けないんですよね。スーッと気持ちよくコーナー回っていってすごくいい車ではないでしょうか。まあ、デメリットみたいなのがあるとすれば何ですかね。オートブレーキホールドもついてるし、まあ、ナビの位置がまあちょっと下かなっていうぐらい。この辺についてるってやっぱ見やすいじゃないですか。視点移動が最小限なんで。
まあ気になるのはそれぐらいですかね。下についてるおかげでタッチパネルは操作しやすいです。ここだとねちょっと遠いですけど、ここだと操作しやすいんで、まあメリットデメリットあるのかなと。ナビが上にない分ね、情報ディスプレイが2つついていて、いろんな情報をねいっぺんに確認することができて便利なのかなという感じがします。まあ、このボタンこの辺にあってもいいよね。このボタンもちょっと手元にあってもいいかなっていう気はしますけど、でもねこれで本当車の安全性とか機能のオンオフが見れたりするので、すごいね便利ですよね。あ、一つだけあった、この車の弱点というか改善してほしいところ一つ。それが何かというと、ここですね。ここ後席の後ろにエアコンの吹き出し口がない。この車多分350万ぐらいだと思うんですけど、これは欲しかったなっていう気がします。このサイズの車だとやっぱり家族で乗るっていう人もいると思いますし、後席も座り心地悪くないので結構ねゆったり座れるんですよね。狭くもないですし、だけどエアコンの吹き出し口がないっていうのはちょっと残念かなっていう気はしますね。まあでもそれぐらいかな。まあそれ以外大したデメリットもなく素晴らしくいい車だと思います。このシートもねすごい座りやすいですね。しっかりこう横が張り出していて、運転して結構ね激しくコーナー曲がっても体が左右にずれない。300キロ乗って朝のね8時ぐらいから今夕方の4時半なんですけど、300キロぐらい乗ってもそんなに疲れないですね。であとヘッドレストが動く、これはいい。自分の頭の位置に調整できるんですごくいいです。マツダちょっとねちょっとヘッドレスト前に出てるんですよね。で人によってはそれがちょうどいい人もいるし、もうちょっと後ろの人がいいっていう人もねいると思うんで、これ調整できるのはすごくいいなと思います。で最後にね燃費なんですけど、現時点での燃費は見づらいかもしれませんが、走行距離が287キロとなってますね。287キロ走って現在の平均燃費が 15.8kmh。 まあ思ったほどは悪くなかったかな。まあ JC08 にちょっと届かないぐらい、 JC08 が16ぐらいだったはずなんで、ちょっと届かないぐらいかなという感じがします。最終的な満タン法での燃費なんですが、 290km 走って給油しました。メーター燃費は 15.5kmh となっています。入ったガソリンですが 19.56L 入りました。なので満タン法での燃費は 14.8kmh となります。 250N 170馬力のガソリンターボとしてはカタログ燃費には届かないものの悪くはないんじゃないかなという感じがします。まあ同じトルクとパワーが出るディーゼルに比べるとやっぱり燃費はちょっと悪いですよね。まあそこも弱点といえば弱点かもしれない。ただガソリンがいいっていう人にはやっぱりターボの方が気持ちいいし、燃費もそんなに悪くないんで、まあいいんじゃないのかなと。あとね、バックの時ね、これすごいの、画面をフルに活かしてね、まあ、まずここに普通のバックカメラが表示されます。こっちの画面にはね横ですね、360度モニターではないんですが、車の横の部分、多分あっちのね左端の横の部分が表示されて、こっちはねセンサーがついてます。こうやってねバックして障害物が近づくとこんな感じでセンサーが反応して、障害物がありますよというふうに表示されます。これはね便利だね。欧州車チックな装備だと思います。 BMW もなんかこんな感じだったんで、まあ、これはなかなかいいなというふうに思います。で当然ねすぐ前進するときはフロントにもカメラがついてるみたいで、まあ、ちょっと消えちゃいましたけどフロントのカメラも表示されます。ここね一回押すとねほらフロントのカメラで、もう一回押すとサイドとフロントのカメラの同時表示。360度ではないんですけど、
右側以外は全部カメラついてますね。前後ろ左側ってね。いやなかなかねこのあたりも便利じゃないかなというふうに思います。というわけでレヴォーグ1日たっぷり試乗してみました。とにかくね足は固めですが、オンロードを走るのなら気持ちいいですし、多少荒れている路面でも快適ですね。パワーもあるので峠をぐいぐい走りたいという人にはね最高に気持ちいいんじゃないでしょうか。これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。